向的には気力だよ。まあどっちでも同じだけど、ね、せっかくね、この、あ、やべ、これくっそー、あ、やべ、届かない、あ、いい、よっしゃー、やった、オッケーオッケー、なんかあるかな、なんかいいアイテムない、なんかここ行くとなんか続きだよね。その前に小玉行きましょうかね。よし。
ない、 OK。 まあもしね見逃してたらね、まあ空いた時間でやっとくので、よし、中央採掘場の鍵を使ったと。中央か、どんだけ広いの。あー、やったー、よし、ローだ。どうしようかな。おー、アイテム、これは取るよ、これはもらいます。よし、じゃあ、あ、コーヒー今見つかったから、あと4か。先にこっち、また
べやべ、あぶね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 、あ、痛い痛い、あ、うぇー、前段食らった、くそ、あー、火力高いな。まあ敵もだんだん強くなってきてるから、まあそれはね、それはそうだけど、でもまあ宝石、あの鉱毒倒したから、お前いたな、そういえば復活しちゃうな、あっちあっちあっち、おいおい、そう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 、火を吹いて、で吹いて、まあ、ダメージ、あっ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 、あ、ちょっと待って、毒がまだ回ってるぞ、なんで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 、もしかして別のやつあるってこと、よいしょ、ちょっと解除して、ちょっと待って、まだあるの、1個だけじゃないってことか、これどうしたらいいか、爆弾投げてるし、あれ倒した、あー、あそこにあるけど、まだ奥にどっかにあるのか、どこだ、どこにあるの、まあいいや、自分のね、ちょっとあれ取りに行かないと、さすがに、あれもう復活してる、そう、ちょっと待って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 、もう一回、あー痛い、ひー、あー回して回して、そうそうそう、回して回して、どんどん回して、毒毒痛い、ぐるっと回ったら確か、あれ、はい、あれ行かないのか、ここから、あー上から、上から落ちていくってこと、あーそりゃそうだな、そうしたらちょっと一回上行って宝箱取り、忘れないうちにね、どっから行く、あれ、あ、あったか、ここから行って、ここから落ちるんだっけ、よいしょ、落ちた、 OK で、開けると、あれ、どっか、こっちか、 OK で、あー、もうもうもう、またまたまた、ちょっとちょ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 、で、飲んで、マウス、オッケー、あー、おけしい、帰るか、あれ、アイテム帰ったっけ、いて、ゆーいて、
階段というかはしご、なんで階段だろう、階段じゃねえなはしごだ、多分ここ、うん、違うな、これは元に戻った場所ってことか、まあ元に元来た場所、 OK、 これは倒してみようか、カルか、これチマチマこうやるしかないな、おおちょっとお互いよいしょ、25もダメージ入るのか、まあそれは確かに助かるな、よいしょ、やっぱ一回一回ね、攻撃した方がいいのかな、こういう敵しかまでぐらいっていうか、そっちにいる、ここに、ゲットした、これ絶対ろうそく、あんま使わないアイテムかな、あーここか、ここで上がるのか、きっと変な石を取ったたたりじゃ銀だけ取ってりゃよかったんだ、あー変な石に触っちゃったから鉱毒が発生しちゃったってことかな、まあね仕方ないと思うかな、気に多分、ね、気になったことは多分ね気になっちゃうもんね、 OK、 これはよいしょ、もう一回いて、あぶれ、よいしょ、
ちょ、やっぱ落ちちゃった。あー、めんどくさいな。あそこ行くと。まあ仕方ない。こだま。よし。これで、ね、あ、下になんかあるな。下あるな。どう行くんだ。どっかで落ちるよね。ショートカットか。近道しようか。ここで戦うしかないか。あ、やべ。あー、つ、狙いね。よいしょ。よし、オッケー。あぶねー。よいしょ。あと少し、あと少し、やった。オッケー、これで。開通できたかな？開通できた。よし。OK。これでもう問題ないかな？あとは、この下のアイテムか。どう取るんだ？ここ？あ、やべ。どこ？あ、そっか、お前か。あれ？どうやって降りるんだ？これ。
ションは多分、まあ、当時っていうか、防御的には多分そこそこあるのかな。まあそれはさておいて、あ、なんで降りたんだ俺。あ、そっか、降りないと降りないと次の場所行けないのか。じゃあ続き行こうかね。よいしょ。さてと、ここ行ってあの洞窟かな。ここだよね。ここしかないよね。オッケー。さあ何があるんだ。ボスかな。いやボスじゃないの。ボス。あーボスだなこれは。どう見てもボスですね。違うな、マップがもうここを示してるよね。じゃあなんだか、はしごを登って何かをするって感じかな。勝てるかな。ちょっと待って、回復力あとここしかないんだよ。どうしよう。見ないといけないもんね。
攻略、さっきみたいに、まあ、体を狙って戦うっていうのはね、嬉しいは嬉しいけど、でもね、弱点、多分ダメージ入る場所が多分頭しかないと思うんだよな。まあそれはさておいて、多分児玉全員入ってきてないよね多分。これは多分空いてる時間の時にやるしかないかな。石剣の剣、形いけない。これで再び、銀行として、接することができよう。見たこと、他言せぬこと、誓っていただきたい。半蔵殿が頼み、毛利の利となり、なる限り、なるほど。ということは、奥で見たものは、言わないでください。そしたら、まあ、ね、今後、いいことありますよってことかな。ミッション、サブミッションとかいっぱい増えたな。すごっ。守護霊、2個もらえるのか。成功しようか。あと2匹いないな。どうしようかな。サクッとやっちゃおうかな、これ。でも時間的にあれだな、これ次回に回そうかな。いや次回回すっていうか、まあ空いた時間でちょっとね、残りの小玉を自分でちょっと探して、次回はどうしようかな。まあ多分ツイッターで、書いてあると思うんですけど、ちょっとここは最近ね、引っ越しの準備をしてるんですね。なので、ちょっとね、動画撮るのは多分ね、今週はちょっと難しいと思うので、来週あたりから、撮ってあげられると思うんですね。なので、そうですね、今週は多分、この動画アップした後に、は多分もうしばらくはあげないと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、というわけで、次回は、どうしようかな。サブミッションとかやっちゃおうかな。メインミッションはちょっとまあ一回置いといて、ここのサブミッション3個かなをやっていきたいと思います。はい、じゃあ、今日はここまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。